はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。4時半になりました。なんかドヨンとしてきましたね。はい、現在ですね、ドルウォン相場はですね 1236.31 というところをうようようとしてます。実は今朝始まった時にはですね1240台だったんですけども、これからりょーっと下がっていきましてですね、14時頃にですね、1233というところまで戻したんですね。で、今またですね、1236と、まあそんなに大きな幅ではないですけど、日本円みたいに1日2円下がったりしますよね。で、今日は、下落基調で始まったのを今また戻してると。いうところを、いや下落基調で始まったらそうですね、また戻してるというところなんですけど、上昇基調で始まったのをまた戻されてるという感じですね。明らか今日の初めからですね、その当局が出てきてですね、ウォン買えってやってるような感じの下がり、下がって上がり方でしたね。これグラフと違うこと言わなあかん、逆のこと言わなあかんからしんどいです。グラフがこう下がってたら、ウォンが上がってるってことですね。やりにくいわ、ほんまに、みたいな。逆のグラフを作ってくれたらいいんですけどね。まあ、ええけど。ドルウォン相場でございまして。まあ、今私236というところまでこう下がり始めています。明らかこれ当局が出てきてですね、2時頃まで、14時頃まで頑張ってたんだけども、今ちょっと押されてるなという感じがします。日本はね、最近、この為替介入というのをほぼしていないみたいなんですね。だから、今、えらい円安、129円台まで。これ20年ぶりだそうですね。20年前ってね、私ね、40ぐらいの時でしょ。もう海外旅行には行ってませんね。だから、円安であろうとですね、別にええやん、そんなんという感じで過ごしてたんでしょうね。40ぐらいの時っても、忙しい。家帰ってきたら、うじゃうじゃってるし、会社行ったって、事務所行ったら事務所行ったで、その仕事せなあかんでしょう。で、まあ、稼がなあかんし、もう遊んではいませんでしたね、もう本当にね、40ぐらいの時で。もう、家と事務所と往復しながら、もう大汗かいて、時々飲み会もやらなあかんし、接待もせなあかんし、という頃で、あの頃に、129円台になってたんですね。という感じです。でも昔はね、こう、円高になりすぎたら当局が介入してですね、アメリカに怒られてた。お前らそんなん、あれやんって、介入したらあかんとかって言われて、怒られてたようなイメージがあって、それが僕の二十歳代ぐらいの時ちょうどかなと。円高は日本経済にとってマイナスと言われてたんですけど、今は円安の方がマイナスちゃうのという感じで、昔はね、日本は、輸出系の企業が主流でしたから、それこそソニーやですね、シャープみたいな会社がですね、パナソニックもそうですけど、ガンガン製品を輸出してた頃というのはですね、円高より円安になった方がですね、こう彼らが儲かるわけです。で、競争力が出てくるわけであって、だからアメリカに文句やったんですけど、今は逆ですね。で、お隣さんですけども、お隣さんはですね、基本的に物を輸出する国なんですね、今でもね。だから、ウォン安になった方がですね、サムソンなんかは儲かるはずです。ある意味儲かるはずなんですよ。基本構造はね。だから、お隣さんは基本的に、ウォン安を喜んでるはずなんですけど、どうこうしたウォン安になるとですね、悪影響が出てきます。というのは、ウォンの信頼が揺らぐとですね、なんと言いましょうかね、通貨危機ちゃうかということになってですね、外資がどんどん逃げていくと。実はもう逃げてるんですけど、逃げていってまたですね、1997年のようにですね、借金が払えなくなってですね、万歳する寸前まで行くということになりかねないわけなんですね。そうなるとどうなるかと言いますと、やたらとウォンが安くなりすぎて
ですね、安くなりすぎてですね、そのあれですね、あかあか電気が切れそうや、よいしょ、電気が切れそうでちょっと慌てました。オンが安くなりすぎてですね、物価がやたらと上がってですね、国全体が貧しくなるということになるんですね。でそれは避けたいがためにですね、お隣さんの場合はですね、外貨安定債というなんか変なものをですね、中央銀行が発行してました。簡単にはドル建ての債券なんですね。これ昔これお隣さんの政府が発行していたんですけども、IMF 管理になった時にそれはもうドル建て債を発行すんなというふうに IMF にタガをはめられました。はいって従ったんですけども、いや政府が発行せえんやったら中央銀行が発行してもええやろっていう、まあ実にそのお隣さんらしい理屈でですね、ドル建て債を発行してるんです。残高がいくらかっていうようわからんのですね、私の日本語の情報収集力ではですね出てこない、2兆円ぐらいにちゃうかなというふうに言われてますけども、大したことないですよ。でもそれはドルで返さなきゃなわけですね。で最悪はですね、それが返せなくなるという事態が考えられるんです。でそれ何のために発行してるかというと、為替介入のためなんです、ね、外貨安定債という名前がついてるんですけど、訳し方はいろいろあります。最終的にそのドルで返さなきゃなわけですね。でそのドルが返せなくなるっていう事態がですね、多分ないとは思うんですけど、例えばね、今1236でしょ、これが最悪の時には1900ぐらいまで行ったことあるんですよ。でそうなった時にはどう言いましょうね、市場で、ドルを買うというのはかなり困難になってしまうわけですね。それで、ドルを返せなくなるっていうこともですね、最悪の最悪はあるんですけど、まだそういう段階ではないんですね。サムソンや SK ハイニクスや LG がこう外貨を稼いでくれますから、ただ2020年の3月にですね、ちょっとやばいなっていう時があって、その時はサムソンから政府が、政府というか、韓国銀行はどうかしませんけど、借りたというような話もですね、未確認情報ながら出てましてですね。だから、盤石ではないんですよ、ウォンと、ウォンの、その、外貨準備というものが。で、その指標がこのドルウォンの相場でしてですね、再三言うてます通りですね、1236、今そうですけども、1250というところが第一段階で、これを突破すると黄色信号だと私は思ってるんですけど、1300を突破したらですね、ちょっとやばいですね、赤の点滅ぐらいになってくるんちゃうかなと。なんで、今懸命にですね、今日の午前中は一生懸命ですね、介入してきたわけです。介入するということは手持ちのドルを使うということなんです。手持ちのドルを使ってですね、ウォンを買うということをやるわけであって、どんどん減るわけですね。これ昨日からの流れを見てますと、明らかにこれは当局が介入してるんちゃうかなというようなグラフの形成のされ方をしています。で今ちょっとそれがですね、こう玉が突きかけてるのかなっていうことでですね、こう夕方目になるとですね、やや動きが鈍くなってですね、どっちに行くのかなという感じで今相場が止まってます。でドルを使うとですね、でもちろん手持ちのドルが減るわけですですね。でじゃあどっかで買い戻さなあかんわけですね。買い戻すということはですね、同じ分だけ買うということなんで、基本的にはですね、あれなんですよ、相場を操縦違う方に引っ張るということですからね。だから安い時に買えばいいんですけど、その安いばっかりちゃいますからね。はい、ということでですね、基本的にね、為替介入ってね、虚しいんですよ。だって買った分は売らなあかんし、売った分は買わなあかんし、帳尻を合わせなあかんわけですね。そこで上手に儲けるということもできるんですよ。ドルを安く買ってですね、高い時に売っとけばいいわけですから、それで儲かるということはある。昔の日本銀行はそれで大儲けしたことありましたけどね。
昔の東京銀行なんて業務益よりそっちの方が多いっていうぐらい簡単には FX で儲けてたわけですね今風に言うと。まあだから、ね、向こうの韓国銀行もそれはできないことはないんですけども、ちょっと難しいんちゃうんか、どんどん門が安くなればね、結局大損こぶということになりますね。だからあんまり介入しない方がいいんでしょうけども、でもまあほっとくとですね、門がどんどん安くなるかもしれないんで、虚しい介入も続けざるを得ないのかなというふうにはためて見ております。特に貼るページはないんで、まあ皆さんそれぞれでお探しください。はい、どうもありがとうございました。